夏業は吉岡舞さん誕生日スペシャルです。わーい、ありがとう。早速ですがお誕生日おめでとうございます。全然早いけどな。11月まだ入っとらんよやけども。でっかい。写真撮っていい？そうなんだよ、これテンション上がるでしょ。え、なんと私からのメッセージが書かれています。待って待って、山美さんさ、ね、英語なんやけど。ちょっと読んで。あ、違う。読んで。英語と見せかけてローマ字やん。最初だけや。ハッピーバースデー、 I love you all time、 I love まゆ、以降まゆし、見てよこれ。私の言いたいことが本になってる。ついに私も脚本家デビュー。デビューが完全にローマ字。まゆありがとう、ことぱんありがとう、なんてね読みにくくてごめんね。I love you smile. That's all from ナナミ。はい。すげえ。メッセージをなんかマネージャーさんからその本になりますみたいなケーキが、だから書くコメントを山下さんからぜひって言ってくださって送ったんですけど、その漢字で本当は書いてたんですよ、日本語で。ああ。ね、まともなことを書いてたんですよ。うん、まともな。うん、本当にいつも脚本活動は、うん、お疲れ様とか、おうおう、劇玉とか、うんうんうん、こととか書いてたんですけど、うん、それをこのチョコペンで漢字で書くってちょっと確かにケーキ屋さんの気持ちになったらちょっとだるいなと思って。なるほど。そう、でもひらがなでちょっと書いたらめっちゃアホっぽくなっちゃって、これは英字で行こうと思ったんですよ、私は。だから思ったわけ、うん、でもそこまで内容の濃いことを英語で言える語彙力がなくて、うん、こうなりました。ローマ字、はい、すげえびっくりした。もうめっちゃ博識やん、さすがやな。英語得意なだけあるわと思ってよく見たら見かけ流しでございますよ。でも映えてるでしょ、英語の方が。映えてる映えてる、やっぱりね。すごい細かい字でたくさん多分写真に載ってると思います。いや、ケーキ屋さんこれすごいよね。だってさ、失敗したらもう作り直しよ。そうよね、うん、これすごいよ、労力。ななみさんの言葉もだけど、労力すごいよ。ありがとう、そんな私の言葉まで言ってくれて。いやつらつらと書き連ねて。そのバカみたいになっちゃったひらがなのやつめっちゃ見たいけど。だって劇団の劇とかもう大変じゃん、もし潰れちゃうじゃん。確かに潰れるね。もこういうバージョンにね、すごいいろいろ経てこれになってくれたわけだ。ええ、ちょっといろいろ考えて感謝します。本当ありがとうございます。どこよりも早い誕生日をお祝いしていただきまして、ハッピーバースデー、ありがとうございます。約2週間前でございますけれどもね。ありがとうございます。収録に来てくれて、ね、ありがとうございます。本当の誕生日は11月7日です。いい名の日で覚えてください、皆さん。はい、ありがとうございます。うん。